これはいっちゃんが最初だったかな。はい、いっちゃんが一番最初でした。なるほど。得点ゼロ。ゼロ。いや難しいだろこれ。グリちゃん頑張って。完全に抜かないと点になりませんので、ハードだな、ご当地キャラにしては。ゼロ。あ、ゼロ。はい、クリオの得点は6点です。あ、すごい。はい、じゃあ3番目は、そこに待ってる龍の神、いいですか。はい、龍の神。当たっただけじゃダメなんですね。一番得点の多い、あの数字が得点になりますので、9を狙うのが一番いいです。ああ、でもぶち抜かないとダメです。そう、ぶち抜かないとダメです。厳しいな。さ、ルノシン頑張れよ。ちげえよ、ちげえよ。近い。ずるずるはダメ。下がってください。はい、じゃあお願いします。はいはい。わあ、すごい。1点ずつ、まず。もうちょっと下に行けば高得点狙えるじゃないですか。同じところに行っちゃったんで1点です。逆に難しいですよね、同じところに行くなんて。難しいですね。はい、レート次あ、いいよ、やっても大丈夫ですか。仕方ないから。あ、じゃあ仕方ないけどやってやるよ。やってください。はい、じゃあキングお願いします。頑張ってやるかな。よいしょ。この足場はなんでグラグラするの。すごい怖いんだけどね。さ、どこかな。ここか。どこ今はめてますので、ちょっと点数をちょっとお待ちください。あ、大体なんだ。大体なの。じゃあさっきの龍之介の良かったじゃない。ねえ、龍之進だってごめん。ガチでマジ。あ、そうなんだ。でもあんま近いとダメなんだ。でもわし手短いからね。これみんな練習したの、ね、させたちゃんと。さっきしてたのとね、ましたね。ジャガジャガやってたって、うん、もう責任のなすりつけ合いですよ。はい、よろしいですか。はい、はい、じゃあお願いします。2球です。2球な。はい、2球です。この辺でいいのか。はい、いいですよ。はい、もう1球お願いします。はい、そうしました。次、東京の陽一くんいいですか。うん、ねえ、なんか足場がね、グラグラしますから。陽一くん投げやすそうですね。指は得意なんですけど。ねえ、指は関係だけありますよ。今下行きすぎちゃって。今のは練習かな？練習かな？いやー、ほんまですよね。もう一回じゃあ行きましょう。はい。はいはいはい。あ、お。
5点ですね。じゃあもう1球ですね。はい、いきます。おー、8点、合計13点です。すごい。いっちゃん、いっちゃん、いっちゃん、あら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 、ふすまを破ってるとか障子を破ってるのと同じような感じだと思って、はい、いっちゃん、もうあのちょっと進行が遅れるんですよね。ね、時間にはなんかビクビクしてるから時間がなくなっていっちゃうんですけど、ね、時間があればどんだけでもやっていいんですけど、はい、いっちゃん、どんだけでもやっていいんですけど、ね、さあ、次は誰だ。次はじゃあじゃがねっころさん、よろしいでしょうか。ちょっとお待ちくださいね。ああ、ジャガも投げやすそうですね。投げやすい。あれ、ジャガは何、最初からボールは3つなの？ボール、あら、ねえ、3球持ってますけど。ジャガジャガ、ほら、なくなったら自分の投げて、自分の、自分の投げて。はい、じゃあお願いします。はい、あともう一球お願いします。頑張りじゃか。はい、おお、すごいすごい、元です。みっちゃん、みっちゃん、時間があればどんだけでもやっていいんですけど、ね、みっちゃん、時間があればどんだけでもやっていいんですけど、ね、じゃあすみません、次、みっけちゃんお願いします。はい、みっけちゃん、ね、さっきもね、あの CS の放送で一生懸命素敵な絵でね、わしをサポートしてくれましたからね、鹿児島の位置とか。さあ、ミッキーちゃん、ミッキーちゃんお願いします。チキーよ、チキーよ、チキーチキーチキー、あ、後ろ気をつけて。はい、落ちないように。はい、お願いします。大丈夫かな。さあ、行きましょう。ミッキーちゃん、難しいでしょ、結構ねえ。あー、難しいから。はい、残念ながらみっちゃんと同じでした。得点がありませんでした。ねえ、残念だったね、みっけちゃん。みっけちゃん、足でこうやった方が良かったかもね。さ、もう終わったかな。誰か足らないです。誰か足らない、はい、誰誰。あ、司会者のあなた。あ、あなたはやりません。やらないの。はい、あなたはどういうか。あなたは意外にできなかったりして。全然できないです。はい。ちょっとあの、すいません。僕はオートボーイがいるはずなんですけど。あ、オートボーイ。なんか。みんなすっかり忘れてたみたいな。かわいそう。あ、そういえば言ったな。首痛になっちゃったんで。どっか隠れてない。いや、隠れてないです。体育座りとかしてない。はい、大丈夫。最後の種目出ますが、ちょっとなんか飛ばさせてくれて。あ、そうなんだ。はい、すみません、ちょっと危険です。危険ということで。はい、で、危険じゃなくて、あなたがやっぱり投げれば。投げて、やってみればいいじゃないか。ねえ。投げていいですか？いいですよ、いいですよ。投げて。オートボーイの仲間だろ、君。じじいだね。さあ、還暦を迎えたおじい様がどれぐらい投げれるかどうか。投げていいですか？いいですよ。すみません、ぎっくり腰になっても責任は持ちません。はいはい。ゼロ、じゃあそれオートボーイにつけといて。さすがいっちゃん、嫌がらせをする。今動かさなかったよね。動かさなくても当たらない。当たらないというね。はい、じゃあすいません、とりあえずこの第3種目目はこれで終わりになります。はい、終了ということで、はい、あとはあの10
うん、この後はあの、11レース、11レース、はい、あ、11レース発売中ですね。あの、はい、最後ここで、キャラが、2体ずつで、風船割りのバトルを、紙風船割りのバトルを行います。で、あ、そうなの。でそれがあの勝ち抜け、勝ち抜けで最後の優勝者を決めます。でそれの得点を全部これまでやったものと足していって、12レース発売中にここで表彰を行います。なるほど。どこ1種目は1種目ですが、多分今かなり東京の陽一君が優勢ですか。優勢かな。ちなみにさっきは誰が 1位だったの。さっきあの縄跳びは東京の陽一君が。違えよ、ストラックアウト。あ、これですか。そうだそうだ、ストラックアウト。結果言ってないじゃない。言ってないね。あ、ごめんなさいね。はい、これも教えて。これも東京の陽一君が1番です。13点です。で、その次はイカグリゴ、グリゴです。あ、グリゴ。はい、6点です。その次が、お二人いまして、ああ、キングと、なるほど、ジャガネット。これは何、これが得点がそのままカウントされる。いや、得点じゃなくて順位が、順位、ね、順位がそのままいきます。だから、キングとジャガは 3位というか、3ポイントね、はい、3ポイント、はい、僕は、じゃないですし、はい。ユノシもない。さっきユノシが得点取ってたよね。はい。ということでした。はいはいはい。はい、では、皆さん写真撮ります。そうね。はい、じゃあ並んでください。はい、10秒いきます。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。いいかな、みんな大丈夫。はい、次は何時だったっけ。次はですね、11レース発売中は、何時だっけ、13時、15時23分だそうです。はい、はいはい、じゃあその頃にこちらの方にお集まりください。はいはいはい、じゃあよろしいですか。はいはいはい、じゃあどうもありがとうございました。はい、どうもお疲れ様です。りっちゃん、ほらみんなにストラックアウトの動画撮ってやれば。今13時53分。わしがこうしとこうか。あ、違う、りっちゃん、りっちゃん、ほらみんなに見えるか。あ、そうなんだ。すでてる子供じゃないか。